日米安保条約で日本はどんな約束をアメリカとしているのか、新旧安保条約の条文解説、密約、地位協定と現状、こういうふうになっております。講師をやります新谷義行と申します。よろしくお願いいたします。はじめにのところに、でお話をしたいことはですね、なんてもですね、自分のことは自分がよく一番知ってるとこういうふうに思うんですね。確かに自分のことは自分がよく知ってるように思うんですけどね、やはり自分が太ってるか太ってないのかっていうのは誰で決めるんですか。他人との比較で決めるのだってね、自分でね決めるわけでは本当はいかないわけでございますね。他人の目って言いますか、社会的な評価って言いますか、そういうのございましてね、家庭の中で威張ってるとですね、やっぱりね、子供たちの方からですね、お父ちゃんなんてそういうふうにも言われるとか、で自分のことが分かってるようで、やはり、なかなか分からないことが多いんですけどね、自分の国のこと、日本の国のことは日本の国民だから自分が一番よく知ってるって言ったらね、それ以上に分からないのでございまして、国家と国民、人民って言いますか、支配者とですね、私たち非支配者との関係で言いますとね、支配者はいつもですね、どういうふうに考えてるかって言ったらね、農民とごまの油は絞るほど出てくると、こういうふうに言ってるわけでね。そして農民は生かさぬよう殺さぬよう、こういうふうに出てね、あんまり元気になると困る、ね、って死んでも困ると、こういうふうになってるわけでございまして、そこでね、よらしめよ知らしむべからず、ね、頼りにはさせなさい、だけどね、本当のことを教えてですね、自立、国民が自立して動くようにね、ならないようにしなきゃいけないぞと、こういうふうに言ってるわけでございますがね、戦後の日本の歴史を、ね、で政治を考えた場合ね、一番のポイントは日米安保条約でございます。そのですから、その日米安保条約というものについてはね、ほとんどそれと結びつけて国民がものを考えるということをしないようにですね、そういうふうになっておりまして、特に最近はそれが大変になっているわけでございますけれども、そういう意味で自分の国のことね、やはりしっかりと自分自身で主権者としての一人としてしっかり学んでいこうではないかということで、こういう講座を開いているわけでございます。では日米安保の、ね、本題に入りたいと思いますが、レジュメの1、戦後日本の出発点と書きました。戦後日本の出発点は何か、ね、戦後というのはね、戦った後って言うんですよ。では戦は何ですか、何を戦ったんですか。第二次世界大戦だと。第二次世界大戦はドイツ、イタリア、日本が、ね、追っ始めた方でございまして、でヨーロッパと、ね、太平洋こちら側とのを含めて第二次世界大戦と言います。そういう中 でアジアでやられた戦争のことをアジア太平洋戦争と言いまして、1941年12月7日とアメリカでは言っておりますが、私どもの方は8日に真珠湾に不意打ちをかけたわけですね。で宣戦布告をしないでやっちゃったということもありましてね、もうアメリカはそういう意味じゃ本当に激怒したわけです。アメリカの国民は。でそれまでアメリカはね、ヨーロッパの戦争に対しましてもね、アジアの戦争に対しましてもね、どちらかというと中立的だったんですね。ところがこの不意打ちを受けてからね、もう何としても第二次世界大戦を負け、ね、敗北させたいと。で特にね、日本との関係でいうとね、アメリカが、ね、一国で、ね、どうしても日本をやっつけてやるのだぞっていう、こういう、ね、決意に燃えてですね、で、まあ、戦争が遂行されたという、こういうふうな中で、1945年8月14日、日本が負けたと、こういうふうになります。どうやって負けたかったら、ポツダム宣言というものを受け入れて、そして終わったわけでございます。そのポツダム宣言とは何か、そこに書きました通り、1945年7月26日に発表されて、受託をしたのが8月14日でございますから、この期間に20日間、ね、
発表されてすぐ受け入れればよかったので、20日間、まあ、そういう意味では野ざらしにしたといいますか、棚ざらしにしてですね、そして受けたわけでございます。でそういう中で、8月6日に広島の原爆、8月9日に長崎の原爆を、被害を受けたわけです。なぜ8月6日なんですか？8月6日に広島に原爆が落とされたんですか？それはヤルタ秘密協定というのがすでに結ばれておりまして、ドイツが降伏した後3ヶ月後にソ連はヨーロッパにいる兵隊を極東に持ってきて、そして、ね、日本との戦争に参加するという約束があったわけですね。そしてその参加の条件として千島をソ連のものにするという約束もあったわけでございます。そうしますと8月の7日8日にはソ連が、ね、来る、ソ連が来て日本が敗北したつんじゃ、なんともアメリカがね負かしたということになりませんから、8月6日に原爆を落としたわけですけれども、白い布をかぶってると多少被害が緩和できるなんて、そんなことを言ってですね、まだやる気で頑張ったわけでございます。そこでね、8月9日の未明、ソ連が参戦し、そして11時に長崎に原爆が落ちるということになって、初めて日本は降伏というポツダム宣言を受け入れるという、こういうことをやったわけでございますけれども、ね、そういう意味でね、ポツダム宣言と言われるものは戦後日本のですね出発点になる文章でございます。だけどこの出発点になるポツダム宣言をね読んだことがあるっていうね、高等学校で教わったぞっていう人はねほとんどいないのです、ね、それは日本が負けて受け入れた条文だからということもありますけれども、ほとんど読んでいません。そこで皆さん方に資料の2という形でお配りをいたしました。見ていただきたいと思います。資料の2でございます。ポツダム宣言、ある高等学校の教科書のですね参考文献をですねコピーを大きくしまして、何回も使ったもんですからちょっと読みにくくなっておりますけれども、まあ勘弁していただきたいと思います。ポツダム宣言、1945年7月26日ポツダムにおいて、解説、米英中三国宣言とも言う。1945年で昭和20年7月17日ベルリン郊外ポツダムで、イタリアがまず負け、そして、ね、ドイツが負けた。でドイツの戦後処理のためにポツダムに集まってた最後に残って日本をどうやっつけるかという話し合いの中から、米英両国の代表が協定した日本に対する無条件降伏の勧告宣言である。で中国の同意を得て三国共同の宣言とし、7月26日に発表されたけれども、で20日間棚ざらしになった。ソ連がこの宣言に参加したのは8月8日対日宣戦布告の時で、日本は8月14日にこれを受託して降伏した。日本はね無条件降伏をしたって書いてね、で条件がなかったわけじゃないですよ。このポツダム宣言を無条件で受け入れて降伏したということですね。ではどういう降伏文書なのか、1から13まであります。1、2、3、4、5のところは向こうがねいろいろと言っております。そして5のところで、我らの条件は次のようなものだぞ、でこの条件に逸脱しちゃいけないぞとなって、6いいですね、6ですよ。我らは無責任なる軍国主義が世界より駆逐されるに至るまでは、平和安全及び正義の真実が生じざることを主張する者なるをもって、日本国民をしてを欺瞞して、これをして世界征服の虚にいずるの加護を犯さしめたる権力及び勢力は永久に除去する。すなわち日本の軍国主義は永久にですね除去するぞって、こういうことですね。そして7、右のごとき新秩序、日本の軍国主義が、ね、一掃されたという新秩序は建設され、かつ日本国の戦争遂行能力が破砕されることの確認があるまで、連合国は、ね、この目的を達成するために日本を占領するって、ね、連合国軍が日本を占領するとこういうふうに言っているわけでございます。
で、占領の目的は軍国主義の一掃と、その戦争ができないように戦争遂行能力の、ね、こういうことを目標にして占領するぞとこういうことです。8、回路宣言の条項は履行される。回路宣言というのはね、イタリアが負けた後残ったドイツと日本をどうやっつけるかということでエジプトのカイロで集まったね、宣言出した時の宣言でございまして、ね、どういう宣言になってるかって言いますとね、この戦争はね、一刻も早くやめさせなきゃいかんけどね、その戦争はね、自分たちが領土を拡大するためにやってるんじゃないのか、日本が領土をね、戦争で奪った領土は元に戻すけれども負けた日本の、ね、本来の領土を奪うことはしない、ね、そういう戦争なんだぞということを回路宣言で言ってるのでございまして、日本の領主権は本州、北海道、九州、四国並びに我らの決定する諸島に極限されるべしというふうに書いてございます。そして9、日本国軍隊は完全に武装解除される。ね、あと各自の家庭に復帰し平和的かつ生産的の生活を営む権利を得するべし、ね、鉄砲を置いて帰れ、置いて働け、こういうふうに言ってるわけですね。そして10、我らは日本人を民族として奴隷化せんとし、または国民として滅亡せんとする意図を有する者にあらざるも、我らの捕虜虐待する者を含む一切の戦争犯罪人に対して厳重なる処罰を加えるべし、すなわち極東裁判をやるということで、ね、国際裁判をやるということですね。そして日本国政府は、主語ですよ、日本国政府は日本国民の間における民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障害を除去すべき。で、どうですか、日本にもね、民主的な、ね、傾向があったのだ、それをですね、軍国主義がね、押しつぶしたんだろ、だから復活強化しなきゃいけない、ね、そのための一切の障害を除去して、特に、ね、除去しなければならないのは、言論は、ね、言論、ね、宗教、思想の自由、この3つの自由は、ね、確立されるべし、基本的人権の尊重は確立せられるべしというね、こういう4つのことを強調して、こういうね、言ってしまえば憲法を作れとこういうふうに言ってるわけですよ。で11、日本国はその経済を支持しかつ公正なる実物債賠償の取り立てを可能ならしむがごとき産業を維持することを許されるべし、で平和産業をやってもいいぞ、ただし日本国をして戦争のため再軍備をなすことをえしむるがごとき産業はこの限りにあるぞ、で軍事産業はダメだぞとこういうふうに書いてあるわけですね。こういうのになっております。そして12、前期諸目的が達成されかつ日本国国民の自由に証明せる意思に従い平和的傾向を有しかつ責任ある政府が樹立されるにおいては連合国の占領軍は直ちに日本国より撤収されるべし。そういう平和で民主的な日本に出たら、ね、連合国は撤収するぞとこういうことですね。13、我らは日本で、ね、こういう条件をのめこういうふうに言って、そしてですよ、右以外の日本の選択は迅速かつ完全なる、ね、壊滅あるのみとするということで原子爆弾を落とす可能性をね暗に示しているという、こういうふうにも読み取れるわけでございますけれども、こういうポツダム宣言を、ね、日本は無条件で受け入れて、ね、降伏したのだぞということですね。ですからレジュメに戻りますよ、連合国軍ポツダム宣言、ね、連合国軍によ、ね、による日本占領、占領軍進駐軍と言いますね。そしてやったことは日本国憲法を作ったわけでございます。で日本国憲法がどういう過程で作られたかってことはね、来週ちょっとやりたいと思って、詳しくやりたいと思ってるわけですけどね、このポツダム宣言に基づいた日本を作るために日本国憲法を作ったっていうことですね。だけど日本国憲法はね、それですから原案はですよ、アメリカが書いたんですよ。だから押し付けられたなんてね、今でも言ってる人がいますけどね。だけどね、原案はアメリカは原案を書いたんです。その原案は誰の原案ですか。映画になりましたね、日本の青空、ね、憲法研究会ってところがね、象徴天皇制についても提案してるんですよ。
国民や健康にして文化的生活を営む権利もね、これもですね、そこにある言葉でございますよ。ね、今の政府で一番聞かせてやりたいのはね、このね、原案の中にはこういうね、言葉もあるんですよ。租税の負荷は公正なるをなるべし、いやしくも消費税にを返徴して、国民に過重の負担を負わしむの禁ずだってね、そういうね、言葉もね、実はあるのでございまして、来週はそれをね、みんなに原文もお配りしてですね、ちょっと、どうやって憲法が生まれたのか、なんてことについてのお話も、多少してみたいと思いますが、今日はもう時間がございません。いずれにせよ、そういうふうな形で日本国憲法が生まれました。ね、この日本国憲法はね、そういう意味じゃね、国連憲章よりもね、素晴らしい文言になってるんですよ。例えばですね、憲法の第9条っていうのはですね、武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄すると書いてあります。で、同じ文言はね、国連憲章の第2条にあるんですよ。この国連憲章のはね、武力による威嚇または武力の行使は慎まなければならないって書いたんですね。すなわちね、国連憲章はまだ原爆が使われる前のに作った憲章ですから、武力による威嚇、武力の行使はね、慎むってだった。ところがその後原爆が落ちた後に生まれた日本国憲法ですからね、もう慎むなんてものはダメなんだ、永久にこれを放棄するなんてね、こういうふうにもなってるんだぞということでございますけど、いずれにせよそういう日本国憲法が生まれたわけですけれども、日本とドイツとイタリアに対しては、ね、ソ連もアメリカも、ね、そして、ヨーロッパの国々も、ね、そして、インドだとか中国だとかそういう国々もね、共同して戦ったんですけども、この戦争が終わった後、ご存じレジュメに書きました通り冷戦というのが始まりました。アメリカ圏とソ連圏の対立と競争がね、それ以後戦後ずっと続くという、そういう中で、ね、日本ではどうなったのかったら、冷戦ではなしに熱戦になってしまったんですね。それを見るためにお配りしました資料の1、安保憲法を軸とした戦後史図をちょっと見ていただきたいと思います。はい、でございますか。そうしますと、その戦後史のね、年表が書いてあります。年表の右のところが国内のことが書いてあります。で、年表の左側が外国のことが書いてあります。ポツダム宣言を受託した、ね、連合国に、ね、降伏をした、ね、そして日本国憲法が降伏された。そして発布は1947年の5月の3日から施行されたんですよ。で、そういうところまでは行ったんですよ。ところがね、その時に世界的にはどうなってたかったら、1945年にはベトナム民主共和国、ね、ホーチミンが独立宣言をするわけでございます。ね、日本が出てったってこともありました。そして48年の8月15日には大韓民国、そして9月の9日には朝鮮民主主義人民共和国が生まれる。で、翌年の49年の10月1日には中華人民共和国が生まれるという形で、日本の周りで社会主義を目指す国々がだらっとね、伸びるという中で、アメリカはこの冷戦にどう勝つかということで、日本の限定的再軍備ということをすでに1948年には、ね、決め始めたんでございます。これは後から詳しくやります。ね、そういうことをやったわけでございますけれども、ね、戦争が近いということを読んだアメリカは、ね、下山三鷹松川事件を起こし、そしてレッドパージをするという形で、日本の戦う労働組合を抑え込みながら、ね、準備をしたわけでございまして、1950年6月26日朝鮮戦争が始まりました。この朝鮮戦争は実はその当時はね、日本の共産党、ね、社会党、民主勢力、革新勢力と言われる、ね、勢力はね、南が北に攻め込んだ戦争と評価してたんですよ。ところが実際はね、そうではなくね、北から南に入った戦争だってことが後から分かるわけですけれども、戦争が起きた途端にアメリカはですね、何と言ったのか、ね、警察予備隊7万5千人を作れって言ったんですよ。
6月26日に、ね、戦争が始まったら8月の10日には、ね、7万5000人の警察予備隊がねバッと生まれるというこういう準備の良さといいますか、そういうふうな形で、ね、あの憲法違反の陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない日本国憲法9条の真っ向から違反した憲法違反のことが朝鮮戦争との関係でやられたこういうことですね。と同時に朝鮮戦争が始まったらね、そこに書いあの右側に書いてありますが朝鮮特需、それちょっと上すぎるんですね、もうちょっと下にしなきゃいけない特需とかやね。その当時で、ね、ガチャマン景気って言ったんですよ。ガチャマンって分かりますか。機械を一回ねガチャッと動かしたらね万の単位で儲けたね。おってですねガチャマン景気って言ってですね、そして朝鮮特需ってね、まさにですねアメリカが朝鮮戦で戦争をやるためのねいろんなね物資を全部日本が作っちゃったということですね。そこで国内からも世界からもおいアメリカ、ポツダム宣言に基づいて平和で民主的な日本を作るという約束で、でアメリカは日本連合国はいるんじゃないか、ところがやってることは何だ、で朝鮮戦争との関係で日本にで憲法違反の、憲法違反って今ね軍隊を作ると同時に、ね、その軍事産業もやろうとしてるじゃないか、これはどうしたことかっていう批判がありますので、その批判をね跳ねのけてね堂々とポツダム宣言に拘束されないで堂々と朝鮮戦争が戦えるためにようにするためにはどうしたらいいのかったら、それは第二次世界大戦の後始末をしたらいいのだ、すなわち平和条約講和条約を結ぶんだぞ。その講和条約はソ連圏を入れない片面講和条約、資本主義国側だけ、アメリカ側だけで日本との間での、ね、戦争の終結の講和条約を結ぼうではないかということで、サンフランシスコ平和条約が結ばれ、その平和条約と同時に旧安保条約が結ばれるというこういうことになったわけでございますが、そこのところを資料の3で見てください。資料の3、先ほどあのポツダム宣言の裏でございます。資料の3、そうしますとそこに日本国との平和条約、サンフランシスコ平和条約になってますね。そうしますとその2条には千島の、ね、千島列島の、ね、権限原権および請求権を放棄すると書いてある。これは今でも揉めてるわけでございますけれども、ヤルタ秘密協定との関係で入っております。そして 第3条、日本国は西南諸島、ね、琉球、奄美大島、小笠原を合衆国を唯一の施政権者とする、ね、信託統治制度のもとに置くことを承認する、で同意する、ね、そしてそういう、ね、あの決議が国連でやられる前もこのような請願が行われかつ可決され までも合衆国は領水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して行政、立法及び司法上の権力の全部または一部を、ね、行使する権限を有するものとする、すなわちこの三国に対する三権を、ね、アメリカが持つとこういうふうな、ね、ことをで書いたわけでございます。そういったアメリカは一度も沖縄を、ね、信託統治制度にするっていう提案をね、国連ではやらなかったんですよ。だけどね自主的にそうこういう形で沖縄をねやるするというこういうことをしました。そして第5条、サンフランシスコ平和条約の第5条では、ね、日本国が、ね、集団的自衛権を持っている、ね、そしてそれは国連も保障しているのだぞ、そしてね、というそういうことを書いてですね、そして第6条で連合国のすべての占領軍はこの条約の効力発生後なるべく速やかにかついかなる場合でもその90日以内に日本国から撤退しなければならない、こうなったんですね。ですからポツダム宣言の通りでございます。ただしこの規定は1または2の連合国を一方とし日本国を他方として双方の間に締結されもしくは締結される2国間もしくは多数国間の協定に基づくまたはその結果としての外国軍隊の日本国の領域における駐屯または駐留を妨げるものではない。日本と安保を結んだ国は引き続いて
ね、日本に居座ってもいいのだぞっていうこういう内容の、ね、サンフランシスコ平和条約を1951年の、ね、9月8日の午前中に結んで、そして午後に、ね、旧安保条約を結んだのでございまして、皆さんにお配りした資料の、ね、資料、資料ですね、安保条約の条文集を出していただきたいと思います。この条文集の上の段が、ね、安保条約の旧安保条約でございます。そうしますと、ね、この安保条約、ね、を読むわけですが、その、ま、そのためにですね、ちょっと予備知識としてですね、レジュメに戻ります。レジュメの大きなに朝鮮戦争とサンフランシスコ両条約とな、両というのは何かというのは日本国との平和条約が一つ、今学びました。形式的にはこれで日本は独立国になったとこういうふうに言われているわけでございますけれども、日旧安保条約全5条、ね、これが結ばれた。吉田茂なぜワンマンか、基地の暫定、ね、対応条約、ね、駐留、占領軍が駐留軍になるんだぞ、ね、そして内乱鎮圧、ね、極東条項、ね、日本の責任期待などかそういうことが書いてありますけど、それを、ね、原文から読み取りますよ。はい、安保条約の旧安保条約上ですよ。日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約、二国間の安全保障条約ということですね。日本は本日連合国との平和条約を、ね、署名した。サンフランシスコ平和条約署名した。日本国は武装解除されている9条。そのため平和条約の効力発生の時において固有の自衛権を行使する有効な手段を持たない。ところが無責任な軍国主義が、すなわちすぐ隣で朝鮮戦争がやられている。しかもその朝鮮戦争は日本の国内ではね、南から北に攻めた戦争だぞと言ってるけど、本当はね、北から南に攻めた戦争なわけでね、こういうことも含めまして無責任な軍国主義が世界から駆逐されていないので、前期の状態にある、すなわち武装解除されている状態にある日本国には危険がある。よって日本国は平和条約が日本国とアメリカ合衆国との間に効力を生じと同時に、効力を生ずべきアメリカ合衆国との安全保障条約を希望する。日本の方がアメリカに安保を、ね、結ぶことを希望したって言うんですよ。そしたらそれを受けてね、サンフランシスコ平和条約は日本がですね、主権国家として集団的安全保障取り決めを締結する権利を、ね、有することを承認しているし、国連憲章もそれを認めているぞ。だからこれらの権利の行使として日本国はその防衛のため暫定措置として、ね、朝鮮戦争がやられてるから、その暫定措置として日本に対する武力攻撃を阻止するため、日本国内及びその付近にアメリカ合衆国がその軍隊を維持することを希望する。日本が希望したがね、ただアメリカが偉そうに何と答えたのか。アメリカ合衆国は平和と安全のために現在若干の自国軍隊を日本国内及びその付近に維持する意思がある。置いてやるけれども、ただし、ね、アメリカ合衆国は日本国が1、ね、攻撃的な脅威となり、または国連憲章憲、国際連合憲章の目的にと及び原則に従って平和と安全を増進する以外に求められるべき軍備を持つことを、ね、常に避けつつ、直接および間接の侵略に対する自国の防衛のため全造的に自ら責任を負うことを期待する。しばらくいてやるから、お前らも ねしっかりと、ね、軍隊持って自分の国は自分で守れるようにしろよ、こういうね言ってるということですね。条約のこういう全文というのはね、裁判で言いますと主文です、ね、死刑に処す、ね、こうどうして死刑に処すかったらこういう理由でってね、ずっくるわけでね、この旧安保条約もここの読んだところが主文でございます。これを具体化するとどうなるのか。第1条、平和条約及びその条約の効力と同時にアメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍を日本国内及びその付近に、ね、その付近に、だから沖縄だとかそういうところですよ、配置する権利を日本国は許容し、アメリカ合衆国はこれを受託する。偉そうに。この軍隊は
極東という範囲における、ね、国際の平和と安全の維持に寄与するために使用することができる。一番後ろの言葉ですよ、ね、使用することができる、ね、日本に居座る、ね、アメリカの軍隊は極東における云々でいる、ね、2番目1または2以上の外部の国による強さまたは干渉によって引き起こされ日本国内における大規模の内乱及び騒動を鎮圧するため日本の政府が、ね、助けてくれと要請したら、ね、使用することができる。すなわち日本での大きなあれが起きたらね、そういったそれをね、日本にいるアメリカ軍は弾圧することができると、こういうふうに書いてあるんですよ。そして3番目に、外部からの武力攻撃に対する日本国の安全に寄与するために使用